王者の意地を見せたいサンフレッチェ広島。得点王佐藤久人を軸にゴールを狙います。対するアルビレックス新潟はホーム開幕戦、前節と同じ先発メンバーで臨みました。前半パスをつないで仕掛けるサンフレッチェ、しかし前線からプレスを仕掛けるアルビレックスにボールを奪われゴールを脅かされます。前半20分のサンフレッチェ、突破を図る清水、阻まれますがアルビレックス藤田のこのプレーにイエローカード。この日2枚目の警告で藤田が退場、サンフレッチェ数的優位となります。一気に攻め込むサンフレッチェ、しかし再三チャンスを作りますがアルビレックスティム・クナンが佐藤久人を徹底マーク、仕事をさせません。後半30分には佐藤久人が途中交代、その直後サンフレッチェはコーナーキックのチャンス、森崎浩二から千葉、最後は石原、相手を背に倒れ込みながらの見事なゴールでサンフレッチェが先制します。しかし36分、アルビレックスのキム・クナンに同点ゴールを決められ試合は振り出しに戻ります。それでもサンフレッチェは39分にフリーキックを得ると、森崎浩二、石原、千葉がヘディング。エース不在でも得点チャンスを逃さないサンフレッチェ、1点をリードします。試合はこのまま終了。サンフレッチェ今シーズン初勝利です。